ピオキングです。今日もですね、一発マリオトトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオちょっとクリア率がねいつもより高いやつをやろうかなと思いまして、ただこのコースが難しいか難しくないかはまだ分かんないんですよ。クリア率は 3.82 って言ったらそんなに低い方じゃないんですよね。それじゃあ早速やっていきましょう。よくわからない小枝。え、パックンを全て倒してからゴール。隠しブロックは多分ないと思うんだよね。意味わかんねえ。これ倒せるの？うわ、どうやって倒すんだろうこれ。小枝って何？小枝っていや、やっぱダメだよね。絶対隠しブロックかなんかあるでしょ。だってないと倒せないもん。こんなの無理じゃんか。小枝って何？うわ、隠しブロックないっぽいね。この辺でジャンプしてみる。うわ、ダメっぽい。ちょっと最速クリア見てみるね。3秒だね。ほぼ3秒かかってるってことは、ダッシュしてジャンプしてクリアはできないっていう感じだね。このレールは何？あ、 P ダッシュできるね。ここでここで P ダッシュできて、これが多分ヒントになってると思う。ただこの P になった状態でどうするんだろう。 P になって右に走っていくみたいな感じかな。こういう感じ。わっ、ただ一つ気づいた。始まってすぐ P ダッシュをこうやってしてたら、もう4秒か5秒ぐらい経ってるから、これはもう意味ないと思うね。この辺になんか隠してんのかな。レールの下に、レールの下に隠すとかできんのかな。もうコース作ってる人とかだったらね、結構わかると思うんだけど、それがこの壁のこの辺にパウブロックがあるみたいな、そういうのじゃないの。なんかあってよ。もう奇跡でもいいから、なんかあってよ。もうクリアさせてよ。もう頼む。あらー、もうほんと本当に倒さなきゃいけないのこれ。どうやって倒すんだろう。あ、滑ればいいんじゃないの。これ、この滑るのがいいと思う。こう。なるほど、わかった。なんでこっから走って滑ります。こう。全然届いてね。全然届かんぞこれは。マリオ、もうちょっと先行ってくんないかな。それじゃあ今度後ろ向きで行ってみよう。まあ、走って下はダメっていうことは分かったんで、こっから後ろ向きで行きます。後ろ向き、こう。あ、今なんかちょっと浮いたよ。ほら、これがなんかヒントになってるっぽいね。なんで始めた瞬間左に行って、こっからジャンプして、あのちょうどいいこの辺なんか浮くところらへんで下ボタンを押せばいけるんじゃないかな。多分それで3秒ぐらいだと思うんだよね。ほっ。うわ、これでも難しいよ。なかなか全然簡単じゃなかったね。クリア率 3% ぐらいだから簡単とか言ってしまいましたけど、これなかなか難しいね。でも何回かやってれば多分いけると思うんだよね、これで。できん。多分違うね。このやり方じゃないよ、きっと。もっと簡単なやり方があるはず。ちょっともう一回場所調べていい？ここでしょ？この場所でしょ？この場所から右にこうシャーっていけないのかな？あ、いけるかも、いけるかも。ほら、浮いた時に右ボタンを押してればいけるんだよね。ちょっともう一回やってみていい？ほっほっほいほいほい、やった、来た。来てね。空中浮遊を利用していけるって感じなんだね。これ後ろ向いてた方が多分いいかもしんない。後ろ向いてた方がなんかね、結構進む気がする。いや、いや、これ考えたのすごいね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、ザ・トロールボールのインズ5000ドルレベル。もう日本語にね、訳す気が起きないくらい意味わかんないですね。説明文に R18 なんちゃらかんちゃらって書いてますけど、 R18 以上遊んだらいけないってことでしょうか。まあ僕はね、当然18歳を超えてるんで、早速やっていきたいと思います。作られた人はディフェンダーって書いてるで、じゃあ僕は今日最強のアタッカーになるよ。アタキングになるよ。もうここなんか来るでしょきっと。待って、下。入れんの、土管に。それじゃあ最初はドアに入ろっか。多分このドアで合ってると思うんだよね。上に行かされましたけど、しかも今右にキラーも降ってきましたけど、ここは右に行く感じだね。さて、右にボム兵が降ってきたね。ああ、なるほど、ボム兵でこの下のブロックを壊せって感じかな。それじゃあ最初にこのドアに入ってボム兵を蹴ればいい。そして左下のブロックを壊せっていう感じでしょ。多分それで合ってる。あ、ブブー言われたね。違うのかな。え、ちょっ、どういうこと。
なるほど、右下のあの枠のとこにやってオンオフを変えろっていう感じだね。じゃあここは右下に蹴ろっか。多分この場所に行ったらオンオフが変わるんでしょ。そして土管に入る感じだね。邪魔っす。もうオンオフが変わる前にもうダッシュ、左ダッシュしておくね。この場所で来ました。そして次はキノコがあるね。このキノコは取るべきか、取らないでいいでしょう。きっとほら大丈夫、これできっといけるよ。キノコいらないでしょ、きっといらない、本当にいらない。大丈夫、このまま左っていい。今ワンワン避けたよね、髪避けたよね。いや意味わかんねえ、なんでオンオフどこで変えるのよ。いや一回戻ってみる、一回戻ってキノコ取れるんじゃないの。ほらちょっとキノコ取って、うわ戻れねじゃあここでキノコ取ります。キノコ取って早く左に行きましょう。そしてここでオンオフを変えて上に行く感じだね。多分これで次に進める感じになってると思うんだよね。っていうかここワンワン出たの、みんな避けたの見た？もう今更だけど。じゃあここは左に行きましょう。罠っぽいよね左、なんでそっちが正解。いやーいやそれじゃあここ右のリフトに乗ってみますね。そしたら大丈夫、ほっよし、これで合ってる。そんでさ、キノコ取って上に行く感じじゃないの、すぐジャンプして。これが合ってるっぽくない？なんという今日洞察力でしょうあんま意味なかったねキノコ。じゃあこのまま先に進みましょう。うんな右の方に避けておこう。多分ねこの下に避けておいたら大丈夫だよね。そして、あ待って、これでも積んだ感じかな。え、どうなるの。そういえば3日前ぐらいかな、2回目のねコロナのねワクチン受けたんだよね。そしたら38度以上出てさ、もう死んでたんだよね実は。その中でですね、編集とか頑張ったからね、みんなちょっと褒めてすごいですねピヨキングさんって、ちょっと褒めてくんないかな。それじゃあここはこのねブラパが倒れて左に追っておこう。そしてこのパックンに登っていきましょう。さてどうしようか、ここは上って矢印が書いてるんですけど、ジャンプしてみる。きっとここは何もないよね。じゃあオンオフをする前に、あここ中間ポイントあるよ、オンオフしてブラパを倒してくれ頼む。なにこれじゃあここでオンオフしてすぐ右にダッシュしていく形だと思うんだよね。なんでオンオフして右にダッシュしていこう、これで多分大丈夫。そして中間ポイントゲット、ナイス中間ポイント無事ゲットできました。このまま右に走っていこうか、もう右に常にダッシュしていくね。そして下に降りる、うわなんかやべえ音っぽいね。 LUL って書かれてる。あでもこれ上に戻れるんじゃないの、ほらやっぱ戻れねえか、花火うるせえな。そしてうわ死にたい級だ、やっぱりあの音楽は大体死にたい級と思ってました。さてここの死にたい級はどんな感じなんだろう。一旦さ左にダッシュしていってみようか。そしたらどうせオンが変わるんでしょ、そんな感じでしょ、分かってるって。そして右にダッシュしていこう、でまたオンが変わるみたいなもう分かったから、これ何回すればいいのよ。で、あタイミングよく左に行けばよかったって感じだね。じゃオンオフは多分してもいいかもしんない、してもよくって、こっから上に行ってみようか。オンして上に行く、うわ違うんかな、あれ、あ分かった、これオンオフして左のあのツタに登るんだね。オンオフをして左に行く、多分それで合ってるでしょ、多分このツタに登ればいいだけと思うんですよね。そしたら次のステージが待ってるね。さあ行きましょうマリオ。ちょっとびっくりした間のボム。それじゃあこのドアに入っていきます嫌な予感しない、ここなんか赤色のねオンは消えてるんですけど、あバネが降ってきました。こっちは多分やられるんかな、どうなんだろう嘘でしょ、またこの死に耐久しろってこと、うわやっぱそういう感じだね。もういいでしょこの死に耐久、もうマリオ疲れてるって。これさっきたまたま行けたけど実際厳しいんだよこの死に耐久もうやめてよ、もうマリオ痩せてるじゃんか十分に、これ以上痩せたらルイージになっちゃうって。でもういいでしょもう飛ばしていいです。オンオフをして一旦倒すでしょ、そしてまたオンオフを切り替えてこの状態で行ってみよう。多分ねこの青が消えてる状態だったらいけると思うんだよね
びっくりした、あのブロックも。でこのまま右に行く感じだね。これで合ってる。上は何もない。なんか右のこのさブロック壊れそうな気がするんだよな。まあそれはいいとして、もう何ここ、次は何を、なんかやるなんか、なるほど、このテレサにやられろって感じだね。何このテレサの動き、今まで見たことのない動きすんなよテレサお前までバネに引っかかったような感じになってんじゃねえか。もう頼むから早く来てくれよ。もうこれ以上だったら僕のトークが持たないからね。まあ、早送りしてシャイニングスター流すよ。さあどうぞ。来いよもう相当長くやってんだけどさ、なかなか来ないのよこのテレサ。あとちょっと、あとちょっとむせたじゃねえか。多分ね、このドアに入るのがいけなかったと思うんだよね。なんでちょっと待っとってみよう。あ、なんか出てきた、ほらなんか出てきたよ。こっちで合ってる。そしたらフフフフ、助けて誰か助けてください。またテレサに襲われます。誰か助けてください。もう嫌だ、もうこのゲームやめていいですか。こんなひどいゲームだと思いませんでした。優しいじゃねえかじゃあここは一番右のこのブロックを叩いて左にダッシュだね。そしたらいけるはず。そういうことでしょ。まずキノコが落ちてくるでしょ。その瞬間右、多分これで合ってると思うんだよね。でここの下に行く言われちゃってるよ。マジかよ。え、左に行けってことかな。なんなんだこのドローコースは。じゃあここでもう一回キノコ待っておこう。そしてあの右のドアに入ればいけるっていう感じでしょ。ここ多分これで合ってるでしょ。ダンスってこういうことだよね。来ました、ここ右って書いてるじゃん。左でしょきっと。あ、左行けないのか。じゃあこの右に行こう。多分こっちで合ってる。頼む、金魚金魚やばい、ここやばいね。このコースは本当に鬼畜だね。さすがディフェンダーって名乗るだけのことはあるね。でも僕は最強のアタッカーだからね、今世界一のアタッカーアタキングだから、もうこんなコースには負けてられないよ。多分右上にねジャンプすればいいだけだと思うんですよね。ここでジャンプ、それでいい感じ。あれ、なんか今さ金魚出なかったよね。右上にジャンプしたことでなんか変わったのかな。さてここでどうしよう。オフします。そんでこの扉に入る。まあ、これしかないもんね乗っていきましょう。乗れないの、大丈夫、これは大丈夫ですか。待って、これやられるだけじゃん。早く右に行こう。ジャンプ、どっちしろやられるやんかい。ここまでは絶対合ってるんだよね。ただこっからどうすればいいかわかんないんだよね。あ、わかった、ここで多分ねチビ状態じゃない時のまんまこの杭に乗ればいい感じだったんじゃないのかな。チビ状態でこのまま先に進めるか不安なんですけど、っていうかデカマリオのまんま。待って、それはないでしょ頼む、早くなんか出してよし、それじゃあ次はキノコのまんま来ました。そしてこっからこの辺で出なかったっけキノコ。違うね、まだ先で出たのか。多分ね次のあの足場があるところで出たと思うんで避けておこう。ここ、そういう感じでしょ絶対また出ると思わない。あの足場のところにさ逃げよっておこっか。多分それで大丈夫。ここ、あー大丈夫っぽい、大丈夫っぽい。フライニアとか書いてるね。なんか飛べってことかな。こっちで合ってるんじゃないの。多分合ってるよ。うそよし、こっから先だね。あのドッスンより早く降りよう。この辺で降りる。多分これで右に走れば中間ポイントが取れる。やったゴールより嬉しい中間ポイントにゲットできました。早速進んでいきましょう。さてここはドルーン。じゃあこのドア入ったらすぐ左に行けばいいっていうことが分かりました。え、ここ何もう何ここ、どうやってやられればいいのよここ。もう意味わかんないって何これは
なるほど、このバブルが来てくれる感じでやられんだよ。バブル、何でやられたの。アラちゃん頼む、来てくれ、もう早く来いよ。もう何が来るの。あ、なんか左の方に来たね。じゃあこのドア入って一旦ジャンプしたらダメっていうことで、ジャンプして左に逃げる。ちょ待って、違うの違うの違う、あ、右に行けばいい感じだったんだね。でこのまま左に行って、さあ分かりました、じゃあこのまま一旦右に行こうか。右に行って回避して、ドッスンが降りてくるのを待っておいて左に行くと、そういう感じだね。違う、待って、まずい、これは土管に入れないやつだ。なるほど、右上に土管があるのか。誰がやってくれるんだろう、早く。あ、いや、合ってんじゃない、ここでもう一回上に行けるパターンじゃないの。ドス、上に上げて、お願い、上げろよ。じゃあここは一旦右にジャンプして、このまんま上ボタンを押しながら土管に入ればいい感じだね。さあ次はどんな感じでしょう。ゴールはまだまだ遠いと思うんですけど、どっちを取ります。僕普通のキノコ取ります、多分こっちが合ってる。でれれ、うっそーん、どうしよう、まあ、どうしようっていうか、まあこのね土管に入るしかないと思うんですけど、どうせ新耐久でしょうね。次はどんなのが来るんだろう。やべえ、脅されるパターンじゃないの、ここ。中間ポイントに大丈夫かな。うわ、やっぱり、待って、これは嫌だ、嫌だ、中間ポイント戻すのはやめて。あ、でも隠しブロックが出てるから戻らないっていう感じだね。でテレサを呼べばいいのか、ありがてえ。中間ポイントにてっきり戻されるやつかと思ったよ。さてさっきは2分の1外してしまいましたけど、ただここ一つね思ったことがあるんですよ。右のキノコ取るじゃん、そのまま下のブロック壊してさ、さっきのとこ行くんじゃないの。なんでこのまま右に渡ったらパックがやられる、そういう感じでしょ。ほら来た、分かってるんですよね。それじゃあここはどういう感じだろう。あ、ここはもうドアしかないね。うん、どこも行けないもんね。じゃあドアに入っていきましょう。おお、こういう2分の1件やめてくんない。うわ、どっち行く、左行こっか、何もない方行きます、頼む。うそ、いや、ここ絶対普通にゴールさせてくんないよね。最後になんかあると思う、ゴール前の基地クラッシュみたいな感じのが。じゃあここ右だったら右でいいか、いい加減にしろ。じゃあここバネに乗るなってことだね。このままじゃあ左行ってみよっか、こっち。なんで、なんで。土管に入れない、もう。やだ、あ、え、なるほど、あそこで待っておけばゴールできるっていう感じじゃないのかな。バネのとこ追ってみよう、そしたら左の方にキノコが出てきて、それを取ればゴールでしょう。あのキノコさえ取ればゴール、頼む、やった。いや、今日はめちゃくちゃいいコースと出会えたね。出会えたっていうか、これリスナーさんから教えてもらったんですけど、いや、死に耐久もね、難易度もちょうどいいし、引っ掛け方もねすごくうまいしね、いいねの数があんなにあっただけの意味がわかりますね。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。